聖寺小沢松本フェスティバルのオーケストラ公演を大型スクリーンで楽しむコンサートが御代田町で開かれ、観客が臨場感あふれる音色を楽しみました。上映されたのは、長野朝日放送が今月16日に収録したオーケストラコンサート B プログラムです。御代田町は小沢征爾総監督と親交のあった作曲家竹光徹さんが創作に打ち込んだ場所です。スクリーンコンサートは今年2月に亡くなった小沢さんの音楽への情熱を感じてもらおうと町が希望して開かれました。こう表情も吹き方とかも指揮者の方も見れて、それがすごい楽しかったです。スクリーンコンサートは県内外の8カ所で開催されます。